ズール王国は、トゥゲラ川からポンゴラ川にかけてのインド洋の沿岸部に19世紀に存在した南部アフリカの君主国。王国は、現在のクワズール・ナタール州の広い範囲を支配するまでに至ったが、1870年代のズール戦争によって最終的に滅亡した。その後、領土はナタール植民地を経て南アフリカ連邦の一部となった。 ズールー族は、南部アフリカの一部族に過ぎなかったが、1816年に、首長、センザンガコナが死去した翌年、釈迦が、ムテトワ帝国皇帝であるディンギスワヨの庇護を受けて、ズールー王に即位し、王国が成立した。貢献役であるディンギスワヨが、ムドアンドウェ王国との戦闘で死去したため、軍備の近代化や中央集権体制を進めた釈迦は、 ムテトは帝国、ムドアンドウェ王国に侵攻し、支配下に置いた。しかし、釈迦は、国内では、恐怖政治を行ったことから、イボ帝のディンガネによって暗殺された。ディンガネカセンザン山河ナが、第二代国王に即位し、ついで第三代国王に、ムパンデと続いたが、第四代国王セテワヨカムパンデが、ズール戦争で敗北したことによって王国は、崩壊し、 イギリスの植民地となった。ありがとうございます。